皆さんこんばんは。いつも元気に週末釣り師釣り部会です。今日はですね、ラインとラインの結び方を紹介したいと思います。よくルアーやってるとですね、ラインが途中で絡まってですね、玉になってほどけなくなるような時ありますよね。してしょうがないからライン切ってしまうとですね、スプールに巻いてあるラインの量が少なくてですね、ルアーが遠くに飛んでいかないといったことがあります。そんな時にはですね、ラインとラインの結び方を覚えていればですね、そのままですぐ対処できますんで、非常に便利かと思います。フライフィッシングでしたら、リーダーとティペットの結び方もこの結び方でやってます。正式名称はですね、ブラッドノットという結び方です。そんなに複雑な結び方でないんで、何回かやればですね、すぐマスターできると思います。で、こちら色の違うフライラインを使って分かりやすいんで、実際にやってみたいと思います。まずこれとこれですね。こんな感じですね。して、こう持ちます。してこれをですね、時計の反対回りに3回、ぐるっぐるっぐるっと3回巻きつけます。ね。して巻きつけたら、今度、ここの間にですね、ここの間ね、このラインとラインの間ね、にこうこんな感じで、通しますね。そしたら今度持ち替えて、やりますね。そして今度こちらのラインを今度逆に今度は時計前です。時計前に1、2、3回転させますね。そしてここの輪っこにまた通します。通したらこんな感じになりますね。そしたらこうやることによって、はいね、ラインとラインが直結できると非常に強いですね。強度も十分ありますんで、よろしければこんな結び方をしてみてはいかがでしょうか。こんな感じですよ。で、1、2、3ね、時計の反対回りですよ。そしてここに通します。ここね、間のここに通してさ、そしたら今度持ち替えますと、こっちは今度時計回りですよ。時計回りね、1、2、3と時計前にね。そして今度下から上にね、通すんですよ。そしたらこんな感じになりますからね。ね、上と下。上と下はこんな感じになりますからね。そしてここを両方引っ張るんですよね。両方引っ張るとですね、ググッとなってですね、こんな感じです。こんな感じで、結びができます。名前はブラッドノットっていう結び方かと思います。本屋なんかにも出てますしね、動画にもひょっとしたら、公開されている方もいらっしゃるかもしれませんけど、こんな結び方でよろしいかと思いますんで、もしよろしかったら、使ってみてはいかがでしょうか。それじゃまた、釣り部会の部屋でお会いしましょう。